チャオ、マヒロです。5月2日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れましたね。はい。で、睡眠タイプはぐっすりかな。はい、そうですね。で、寝るときはハイパー4で寝ましたかね。ポケモンが7体だね。チャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、お腹の上そうなんす？そうなのか。左側見ていこうか。イワークちゃんはいないですかね。ププリンのピックアップまだ継続中ですかね。多すぎでは。あ、イワークちゃんいたー。はい、一気に取っていこうと思います。いや、でもイワークさ、フレンドのポイントがすげえ多いんだよね。あ、ちょっと無理しては取らないでおこう。チャンス来てくんないかな、イワークちゃんに。チャンスチャンス。いや、何にも来ねえのか。はい、じゃあイワークちゃんに。いや、イワークの厳選は難しすぎるよね。もうほんとちょろっとずつしかあげらんないよこれ。ゲットならずかな今日は。あー、ヨーギラスだけちょっと取っておこうかな。はい、オッケー。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。イワークちゃんまた出てきてね。はい、今日の1枚はイワークちゃんで。こんだけフレンドポイントあったらさ、厳選ほんときついよね。課金してる人しか無理なんじゃね。無課金じゃきつすぎるよね。生姜をばらけてるね。食材確率アップしてねえな。ちょっと食材確率アップ欲しいよね。はい、ということで、マスター、いけましたね。なんだかんだ。よいしょ。はい、今、夜ご飯の時間になったばっかりなんで、もうちょっとね、経ってから上げていこうと思います。はい、ということで本日はこんな感じになりました。皆さんはいいポケモンに出会えましたでしょうか？明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。